はい、ということで、ギリギリの戦いやったけど、スイルバーグありがとう。そんな小さい体でよくやってくれたわ。君のおかげは全部。元気？元気。OK。スピルバーグやから。ちょっとレベル心配になってきたね。今の適正レベルどれぐらいあったやろ。虫ポケモンってレベル出へんから分かりにくいよね。よし。なんか。何こいつ。おー、何こいつ。初めて見る。はじめまして。フラベベ。レベル高。いけモンスターボール2、3、4。ナイスー。やったー。フラベベを捕まえたぞ。めっちゃ後ろに泣いてるけど、やばい。家族奪ってしまった。ごめんな。でも今日からはこいつ僕の家族やから。フラベベ、一輪ポケモン。舌も混ぜてフラベベな。お気に入りの花を見つけると一生大切にする青い花に乗ったフラベベ。じゃあ、一輪ポケモンちゃうやん。一輪の花を適当に取ってきた上の謎の生物やろ。これを一輪ポケモンというにはちゃうんじゃない？抱きしめたい。ほら、もう抱きしめたい言うてやろ。こいつの姿見てよ。ほら、抱きしめたい、抱きしめたいって。私この花抱きしめたいって、もう話すことないわーっていう。抱きしめたいで。かわいいな、こいつ。せっかく波乗りできるようになったんやから、ちょっと海の方行ってみる？なんか海の方面白いポケモンいそうちゃう？なんかこの辺の砂浜ちょっと探索してみようか。ちょっと手持ちも変えるか。レベル20いったアフロ君は変えて。新人の抱きしめたい。行く？あ、レベル高いな、意外と。前や。スピルバーグも。ワカメちゃん、ワカメちゃん行こう。よし、じゃあ海岸の方目指していくか。言うてでもね、水系のポケモンはアフロ君がLSAで多分レギュラー入りはできひんと思うねんな。そこら辺ちょっと問題よね。どうするか。そうともアフロ君以上のアフロを持つやつが現れたら、もしかしたら変わっちゃうかもしれんけどね。てかなんかアフロ君って結構不人気らしいね。悲しいことに。僕あの草タイプのさ、御三家が絶対人気ないやんって思ったけど、あいつが意外と人気あるらしいね。てか、なんかあいつの進化系がめっちゃオタクに人気らしい。友達のサラビさんもなんかめっちゃエロいわとか、なんか頭おかしいこと言ってたわ。なんでそうやってポケモンをそういう目で見ちゃうんでしょうね。僕も昔はサラナイト好きやったけど。ねえ。マクドシタさんも見てくださいよ。こんな可愛いのに。君は見向きもされへん、太ってるから。ね、痩せ？こっち見といて、怖い。まあ、マンキーなところめっちゃ焦ったやん。腕細って。あれでよう格闘ポケモン名乗れるなと思うもん。あの山とかなんかいそうじゃん。なんかあんな、上に。謎の基地みたいな。なんかジェントルメンがいるけど。ジェントルメンがすごい立ってるけど、そのアイテム僕のものです。ごめんね、ごめんね。あー、ちょっと、取った後に仕掛けてくんなや。口臭そうなやつ。よく見たらヘルメットしてんな。空飛ぶタクシーって言ってる。こんにちは。あー、ひげがいい感じ。あなたトレーダーですか？空飛ぶタクシーのお代金、トレーナーなら無料です。なんか今作さ、マップ開いて、一回行った街やったら空を飛ぶでね、無料で移動できるのね。タクシードライバーの慶太郎が勝負を仕掛けてきた、そのドライバーですか、あなた。いつも、ご苦労様です。ああ、出た。ゆとりや、ゆとりくんや。いけ、黒田さん。勝てるか？緊張感。ゆとりのくせに緊張感持っとるわ、こいつ。レベル高。レベル20って。レベル20って。しかもポケモン2匹持っとるやんけ。尻尾振る。尻尾振りで防御力を下げる。爪研ぎ。おー、やるやんけ。攻撃が上がって。もう生きっとるわ。生きっとるわ、生きっとるわ。尻尾を振る。どれが生きてる時が一番嫌い。もうそういうの黒田さん全然我慢できひんから申し訳ないけど。黒田さん我慢できひんから今までブクブク座ってきたからね。太っちゃったからね。おや、攻撃どんどん上げるやん。こっちは防御力どんどん下げるけど。ただ問題はさ、黒田さん、あれ、攻撃技持ってへんねんな。びっくりすることに。こんだけ尻尾を振るしていけど、特攻技しかないんだ。黒田さん、もう石杖になろうとしてるから、次のキャラの。突き上がる。やめて。突き上がらないで。もう、黒田さん。優しいから。ゆとりっていうね、そういう若い連中、もう若くないんか、ゆとりは。ゆとりはもう若くないんか。ちょ、今自分でショックけど。オッケー、2回、防御力下げてるから、敗北者しかおらんくない？ポイズンテールぐらいしかなくない？攻撃技いいの。
うち今特攻チームや。特攻野郎 A チームや。敗北者行く？ちょ、地面タイプ入ってるからな。怖いんや。一撃でやられちゃうかも。行け、敗北者。黒田さんの胸を晴らしてくれ、敗北者。敗北者で一人でやるときは負けるけどね。こうね、誰かの意志を引き継いだとき強いから。見せてくれ。たきつきって下にこう、できることぐらい。あ、高く攻撃力80か。叩きつけていこう。その尻尾でどう叩きつけるか見物やな。腕もないしな、敗北者。なんで敗北者が腕ないか知ってるか？腕捉えてん。腕捉えてその骨耳に突っ込まれてん、こいつ。そんな可愛さな過去あるから。生き残れ！やばい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 。負ける負ける負ける強すぎる。ちょっと待って。クリアスモックってさ、能力変化は元に戻す。これや。スミレちゃんのクリアスモック。行こう。行け、スミレちゃん。あ、こうダークボールから出るところが生かすよね、スミレちゃん。クリアスモック。あ。これは、六立てしちゃうタクシードライバーさん。ちょっと大人げないよ。行ってこい、ワカメちゃん。ワカメちゃん、初陣です。この絶望的状況で、ほら、バンジラ。あー、もう嫌やわ。危険予知、目ビルしてる。ワカメちゃん、自分の死を未来視してる。つぶらない瞳、つぶらない蛇。あー、かわいい。ほら、こんなつぶらない瞳で攻撃しないで。ほら、攻撃の先だ、攻撃の先だ。次、バンジラ。ワカメちゃんの目捉えた。タイロー抱きしめたい、お前のハート見せろ。はい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 。クモンちゃん、お前の持ち味はその鋼の鎧や、その鎧見せたろうぜ。初敗北。こんな、ようわからん人に。なんかタクシードライバーに初敗北しないけど、小村さん。つえー負けるときってこんなドラマもなくやられるんやな。なんもできひんたんやけど。お姉さん、サッカー美人ですね。ふざけやがってこいつ、さっきのが僕の実力だと思うなよ。かっこしやがれ。あ、ちょ、もうちょっと黒田さんじゃなくて。行ってこい、スピルバーグ。もう一旦無駄にしたい。この一旦無駄にしたところで大丈夫か、スピルバーグで行くから。前回でかい取り出したぞ、スピルバーグで。俺らやったろ、ボケ。お前が今、爪取りをしなかったことを後悔するがいい。撃ち落とす。もう攻撃するしかないって悟った。一撃でやるって悟ったんやろね、このスピルバーグの覇気に。さようなら。はい、一撃ではなかったけど、逃げ切れっす。お前もう地面に落ちちゃってるもん。全然地面落ちてへん、今日ね。ほら、追盤の時、追盤の時、カスがボケや、ほら。いけ、スピルバーグ！はい、もう鳥特攻。もう鳥相手なら任せてください。全部撃ち落とすんで。いや、強っ。レベル20やばいな。あ、黒田さんがレベル上がった。黒田さん、穴を滅ぼえたい。そんなに逃げたいんか、君。尻尾を振るしてるか？さあ、でも可愛がるのやめよう、黒田さん。黒田さんは可愛くない、自覚しな。可愛さだけじゃやっていけんねん、今の世の中。生きりんこ。生きりんこ。あー、あいつか、リーゼントか。お前いっか。来たな、低学歴取り。学歴ないけど、学歴ないからこそ髪型で生きることしかできない、その哀れな存在面。ごめんなさい、俺の字って。意外とこういう高いやん。でもここで、撃ち落とす。ウェーイ。いいよ。もう一発耐えるか、スピードバグ。耐えれる、まあ、君なら耐えれるはない、余裕で。スピードバグ？スピードバグ？前回あんだけ活躍したのに。しかしこっからご立てされる可能性十分にあるから。今撃ち落とし食らっとるやん、あいつ。撃ち落とし食らってるってことは穴を振る食らう？後悔って書いてあるな。オッケーオッケー。これをスピルボーがしっかりね、役者にちゃんとお膳立てしてくれたから。ちゃんと映画監督的なのがあるから、ちゃんとするところが。新技決めてみせろ、ここで穴を掘るや。クロッツさん行け！耐えろ！一発耐えろ！はい、我慢ぜ！さすがクロッツさん。見た目だけじゃないタフなのは。穴を掘る。地面に向かった。さあ、どっから来る？地球すべてがクロッツさんのフィールドやぞ。さあ、生きりんこ。さあ、さすが見失った。地球全土からクロッツさんを見つけることはできまい。はい、食らったー。え？食らった？食らった？え、クロッツさんどういうこと？何今の？メーター減った？僕ちょっと認識できんだ、クロッツさん。どういうこと？クロッツさーん。クロッツさん弱いよ。クロッツさんが弱いよ。ここで真の初陣よ。いけ、ワカメ。ワカメちゃん、サザエでございます。いけ、ほら、後ろの可愛い紫が見れる。マネーボーイもまたセコンドしてくれてる。この新人ワカメちゃんの実力、とくと見よう。多分一撃でやられる可能性高いんで、電光石火で。半分ぐらいは言ってくれたら嬉しいですね。まあそんなもんか。生きろ。ワカメちゃん、次が生まれたね。
あの、くちばしでスカートめくられたわ。もう恥ずかしかって帰っていったわ。畜生。地面タイプ、地面タイプへの敗北者。まずい。抱きしめたい、抱きしめたい、行くぞ。勝て、決めて勝つ、決めて勝つしかない。あとは地面タイプの敗北者と、なんかようわからん雲しかいいひんから、テラスに行くしかないな。さあ、まさかこんな、モブトレーナーにテラスを使うことになるとはな。行ってくれ、抱きしめたい。さあ、行くぞ、真の力解放しろ。今まで抱きしめた、抱きしめた言ったけど、抱きしめちゃん、君が抱きしめられる時が来たんや、クリスタルに。クリスタラ、おー、かわいい。かわいい、頭の方がでかい。何それ、アフロクイーンリスペクト？ねえ、マネーボーイ全然見てへん。生きろ！うわー！マジかーい！うわー！華々しく散ってった。ちょっとうちの新人弱くない？スピルバーグしか働いとらん、まともに。畜生。敗北者行け。こういう劣勢の状態いくらも体験したから敗北者。敗北した、敗北して自分の住処を奪われていった。そんな、きつい状況でも生き延びてんねん。行け。その状況、この状況を覆して行け。挑発した。おー、舐めとる。あのライフでこそ舐めとるぞ。行け。ぶっ殺したれ、行け。ポイズンテール。はい、地面タイプと思って舐めたな。しっかり毒も入ってるんだぜ。舐めたことしやがって。目前見た瞬間刺したよな。うわ、こいつ弱いわって。敗北しとるって。耳に骨生えとるって、こいつって。れっきとしたトレーナーですね。いや、強かったです、あなた。お金結構もらえたわ。ありがとうございます。トレーナーの空飛ぶタクシー代はポケモンリーグさんが払ってくれてます。ありがとう。だから、じゃんじゃん使ってください。それはそれでどうなんと思うけどね。あっちアイテムないやろ。いや、こっちのトレーナー強いな。ちょっと目地外れると強いな。それとも僕は普通に弱いんか。お、バークアウト。あんま技マシン使わへんの。ちょ、空飛ぶタクシー早速使わせてもらおう。お姉さん、ちょっと傷ついたんです、僕たちのボディも。僕の心と一緒に癒してください。あ、お姉さん。できればお姉さんのカーアップで写してほしい。こんなポケモンの、こんなポケモンの A とかいらんから。テラスタルってさ、ステータスは基本的に上がらへんの。それぞれ 10% ぐらい上がってほしいよね、見た目的に。多分属性変わるだけで何も変わってないんやろうね。なんかコメントでさ、色違いポケモンを1匹ぐらい捕まえてほしいって言われたんだけどさ、色違いポケモンってなんか光ってたりすんの？色違うだけのやつがそこら辺歩いてたら、ほぼ気づかんよね。わかるもんなんかな？目の色だけがちょっと違いますよとか言われたらもうわからんよね。色違いポケモンとかいたらね、そいつ捕まえてみたいけどな。あ、倒されてるおっさんやぞ。何してんの君。落ちたら、どうしよう。落として欲しそうな位置にいい方がいいで、じゃあ。うわ、びっくり。え、勝負？いいよ。何やろ、この人。研究者？研究員、王次郎が勝負しかいてみた。あの、ちょっと移動しひん。後ろ怖い、後ろ怖い。熱入りす、メタモンや。あれや、あれやろ。ポケモンを産む機械やろ。ガチ勢はこいつを捕まえて、こいつでずっと卵産ましてんねやろ。怖いわ。これはでも相性いいぞ。一旦絶対無駄に勝負から、エコーボイスでターン稼げる。いえ、クローズさん！さ、変身どう変身する？なんかずるいわ。そういう光るエフェクトでごまかすのずるいわ。なんかぐにょぐにょぐにょってさ、粘土作るみたいに変形して作ってほしいわ。もう5ターンぐらいかけてくれていいからさ、しっかりクローズさんができる過程を見たかったね。ほら。エコーしまくってるわ。ハウリングしまくってるわ。もうどんどん音量はターンぐらいから、コモーン！ありがとうございました。オッケー。さっきの人が強かっただけかな。クモンじゃ虫食い覚える。虫のくせに？虫が虫食っちゃダメよ。少年何してんの？この先やばいよ。この先やばいよ。ポケモン強いよ。あ、強いポケモンいんの？なんか動物あるけどね。あ、なんか残念そうな見た目しやがって。バン、ん？何こいつ？え、ちょっと、だいぶ卑猥なもんが、鼻についてるけど、あれお尻じゃない？バッチングに。ちょ、マッドショットで様子見るか。マッドショット遅いこと出た。あいつ足遅いか。足ないもんな。で、黒田さんが足遅いと思われがちなのがよろしくないよね。よく考えたら4足歩行やんから速いはずやねん。乱れ好き。うわ、似合う動きしやがって。黒田さん、耐えろ、黒田さん。うわ、こいつ。もう、そんな、針だらけやったら黒田さん食べられへんやんか。もう、いけ、ワカメ。ああ、もう常にパンツ出されてるわ。敵下に、もう敵が地面張ってるからずっとパンツ見られるわ、ずっと。やめてほしいわ、ほんま。
ワカメちゃんがパンツに見せびらかしてるのはね、カツオに見せるためやぞ、ラボケ。カツオに振り向いてほしいんや。電気ショック。別にカツオのことが好きなんじゃない。カツオは将来的に金持ちになるって呼んでるからね、今のうちにね、好感を貯めたことしてへん。ワカメちゃんは。でもカツオは全然振り向いてくれん、ワカメの方には。ね、どうせ可愛くない妹やからとしか思われてんから。振り向いてくるのは中島だけや、中島と波平だけや、ほんま、あいつら。気持ち悪いで見やがって。充電厄介だ、なんかボリューム上がってんねん。オカちゃん、オカちゃん、特務を上げるのが厄介だな。これ電光石火でいける？なんかあいつさ、妙な能力持ってそうじゃん。電光石火するとオカちゃん口出しになってこじダメージみたいなさ。いける、オカちゃん。オカちゃん、いけるな。電光石火で耐えたい。あの針に耐えたいすんやで、オカちゃん。ちょっと痛いかもしれんけど我慢して。あ、ほらもう見せびらかしてる。パンツの中見せびらかしてる。いける、オカなら。あれがオカの意気込み。電光石火欲しい。あと一撃や。ちょっとビビっちゃったよ、オカちゃん。オカちゃん。うわ、これは怒れへんよ。あの針に突っ込むなんて僕は言えん。でも抱きしめたいなら言ってくれる。あの針野郎が抱きしめたいは抱きしめてくれる。抱きしめちゃいけ。前回のおめえ返上してくれ。はい、妖精の風。全然抱きしめる系の子いなかったわ。はい、おっつー。あんたが一番やばい。うっせえな。褒められてへんわ、それ。この先の道具図、やばいポニもいっぱい。やばかったら君も引き返しなよ。そのやばいやついるんか。俺ちょっと海に行く予定やったんやけどな。なあ。わかめちゃん、今からなんか、やばい子毒つけんやって。行く一緒に。わかめちゃん。おしゃれして、耳にリボンなんて刺して。わかめちゃん、刺すんじゃなくて結ぶもんやで、リボンは。しゃがめへん？主人公しゃがめへん？主人公、今全視聴者が、うわ、この状態でカメラ向けらへん。全視聴者が今、わかめちゃんのパンツを脱ごうとしてんのに。あ、でもいい感じに見える。ちょっと足ちゃんとバタバタ動かしてんのかわいいな。マミちゃん、どこ行くの？マカちゃん。マカちゃん、どこ行くん？マカちゃん、勝手に行こうとしたいで。僕、どっか行けって、なんか離れていたって言ってへんよね、マカちゃん。マカちゃん。あ、止まった。あ、かわいい、かわいい、かわいい。いいね、マカちゃん。ひらひらのスカートして、リボンして、今だけでおしゃれできるの。だって将来的にはね、サザエさんになるからな、マカちゃん。どう頑張ってもいくつく先はあれやからね。あんな気持ち悪い髪型のね、おばさんやからね。今だけやもん。今のうちにね、カツオを魅了したからあかんねん、マカメちゃんは。あ、こいついるやん。こっちなんか収集要素というか、なんかコインもらえるんですよね。なんかようわからへん。マカちゃん、洞窟や、洞窟。なんかやばいやついんで、マカメちゃん。立ってる。何やあいつ。こんにちは。絶対強いやん。ベイク。空洞。周りの、あ、こいつも知らんぞ。こっちも知らんぞ。でも、あっち気になるよね。どうも。めっちゃ生きてる。うえぇー。あれ？小原さんが進化したみたいな見た目してね。レベル高。レベル高。帰っていいですか？失礼しました。失礼しました。わかめちゃん、わかめちゃん、わかめちゃん。やめて、あー、毒されちゃう。怪我されちゃう。わかめちゃんが、うちのわかめが。はぁ、こいつふざけやがって。わかめちゃん、こんな悪いやつに引っかかると思わへんだわ。ナミヘイも安心しきてたもん。うちのワカメが襲われることはないだろうって。だって僕はやっぱり刺激だ。逃げれたらいいぞ。え、こうやってこいつだけが高いの？ちょ、他のやつ高い？さっきの気持ち悪いやつ。口の中に気持ち悪いやついいヒンだ。くそ。いいヒンはどっか行ったわ。でもダクドリオとかいるからな。別に高いかも、この辺。こいつこいつ。こいつあれやね。多分こいつを進化後僕見たよな、以前。レベル高。変える変える。なんか、どっかの断崖絶壁飛び越えた後に出てきたやつか、あいつの進化後みたいな見た目のやついたやん。腹になんかね、炎の盾を入れてたやつ。炎の門も入れてたのがダサいやつ。気づいたらワカメちゃんやられちゃった。また来るべき場所じゃなかったわ、小村さんが。この光と影の境目に何があるんやろうな、ポケモンにとって。レベル20も差あんで。大丈夫、ここから飛び降りて。小村さん飛び降りて大丈夫。行きます、小村行きまーす。古代道のオープニングの再来やで、ね。うわ、無傷。ほら、もうあくびしちゃっても、小村さん。大したことないけどって。飛んでるポケモンが。あれ見たことないですか？あ、知らんやつやな。ええ。ちょ、上に、上に。ちょ、上に投げてほしいの。狙って、えい！おい、来た来た来た。カモメとはしちゃうな。カイデン。名前かっこいい。
はい。やった、カイデンを捕まえたぞ。海ツバメポケモン。翼の骨は風を受けると電気を作る。海に飛び込み獲物を感電させて捕らえる。めっちゃ迷惑やん。海狩り、かっこいい。海狩りのカイデン、かっけえ。名前のかっこよさにちょっと引っ張られてる気がするね。オッケー。これ入れるんやったっけ、これこう。おーちゃうな。なんかこれ波乗りって言えるんか。めっちゃ頑張って犬かきしてるけど。あ、こいつ知らん、こいつ知らん。何これ。こんにちは。イルカやん。かわいい。普通のイルカでできた。波イルカ。こいつ人気ちゃう？普通に女子高生好きそう。黒田さん、黒田さん。なんかずることしてる。何それ。どっから持ってきたん、その気は。今黒田さんの水上ステージが始まりました。黒田さん、歌い続ける。どんだけ水をかけられても、どんだけ引っ込め引っ込めって水をかけられても、黒田さん、歌い続ける。あ、つい驚かされ。さあ、しか驚かす効果がない黒田さんには。黒田さん、歌ってるときは前見えへんから。オッケー。さすがライフ調整完璧よ、黒田さん。じゃあ、スーパーボールで行きましょう。もう、色がもうスーパーボールと合ってんもんな、こいつ。波いるか？ゲットだぜ。オッケー。こいつ進化するんかな？どんな風に進化するんやろ。イルカポケモン、そのまま。尾びれの水のリングで仲間と遊ぶのが好き。超音波で生き物の気持ちを察する。僕は顔見ただけで君の気持ち察してるけどね。ね。コモラさんのこと好き。コモライク。はい、僕のファンです、こいつは。あー、進化しそう。あ、え？クソさん？ついにこの水上ステージで目覚めたか？アイドルとしての血筋が。頼むぞ、クロトさん。可愛くなってくれよ。真のアイドルの姿見せてくれ。あ、でも、前髪がアイドルっぽさ出てる。なんか、パミュートン、パフュートン。ちょっと生きっちゃったな。なんか私売れてますけど感出してしまったやん。そんなポテンシャルないよ、クロトさん。言っとくけど。オスの姿ってある？オスとメスで違うんか？どっちかって言うとこの見た目、メスじゃね？きめ細かく艶やかな肌が自慢。なんか言うとるわ。尻尾の先端から凝縮した香りを放つ。うわ、しかもフェロモン出してんの。うわ、美人。黒田さん、変わっちまったな、お前。あの頃の謙虚な君の方が良かったよ。黒田さん。さよなら。さよなら、さよなら、さよなら、来ないで、来ないでください。黒田さん、黒田さん。もう君は一人で生きていけるって。あー、なんかぶつかっちゃった。お、なんか、下行くんです。あ、インダーフィッシュや、インダーフィッシュ。刺しかます。はい、ゲットー。オッケー。こいつはなんかそんなに、惹かれへんというか、突撃ポケモン。まっすぐにしか早く泳げない。まっすぐにしか泳げないわけじゃないよね。ゆっくりやったら横にも泳げるんか。食べ過ぎで動きが鈍いものから、回転の群れに狙われる。回転に狙われるんや。はい、どつき出す。もう股間で決めたわ。なんかたまに5分くらいかかっちゃうときあるけど、これ5秒くらいで考えられたわ。どつき出す。あ、抱きしめたい。まさかこんな早く進化するとは。コンパートの仲間になったばっかやろ、君。抱きしめたい。ついに、抱きしめられるような存在になってくれるんですか、抱きしめちゃん。かわいい。かわいい。ちょっと髪の毛ないのが残念な感じはするけど。かわいい。振られて。でもまだその花を抱きしめるから解放できんねんな。また花の方に依存しちゃってるんやね、君は。いずれ誰かに依存してもらえるようなアイドルになってほしいな。枯れている草花を見つけると自分のテリトリーへ持ち帰り、世話をして元気にしている。前回はさ、なんか、一本を大事にするみたいな話だったのにさ、もう何個を持ち帰っちゃってるやんけ。抱きしめちゃん、よく出ちゃったね。昔はもう一本だけでいい。私はこの花一本だけでいいって言ってたけど、いろんな花を刺させるようになっちゃったか。おお、クモンちゃん、続けざまに。何があった僕のパーティーに。
くもじありがとう、今まで。そんな活躍、初期は活躍してたからね。おかしいおかしい。あれくもちゃん。え？あの計算もいい中にどんな感情を隠し持ったんや、こいつ。ロボットできたやん。なんか進化一つすっ飛ばしてへん？木の枝や天井に糸で張り付き、音もなく行動するかっこいい。獲物に気づかれる前に倒す。クモちゃんめっちゃかっこよくなってしまったよ。やばい、もう絵もかっこいい。スレッドトラップ、もう覚える技もかっこいいやんけ、こいつ。どうした？進化ラッシュ来てるな。ちょっとクモちゃんを下がってもらおう。クモちゃんはちょっと。こいつで進化するかな、ビヨンセ。名前は気に入ってんねんな。ちょっと、ポケモン図鑑では多分ね、あ、これこれこれ。これのなんか番号で予測できるよね。で、なんかヒントが出てくるみたいなコメントで教えてくれたんよ。あー、なんか、生息地域がわかるのか。あー、ビヨンセ進化しひんな。進化しひんのか。イキリンコって進化しひんねや、この感じだと。ねえ、こいつからムーマが出ることはないやろ。蚊に進化しひんやん。蚊に進化しひんのか。なんか残念やわ。ダメで。ワカメちゃんダメで。サザエさん。サザエさんで残念になって、船に進化して美人になって。そういう想定してるから。よし、じゃあ、悪のアジト行こうか。ちょっとフルメンバーで。スマイルちょっと下がっといて。また探索するとき連れてって進化さすわ。敗北者はいいな。ワカメちゃんいける。レベルも18やしな。まあまあちょっとアフロから連れてかな。とりあえずこのメンバーで行くか。そやね。まあ言うてレベル18、19、20やから、アークタイプのアジト行くにはちょっと低いのかもしれんけど、まあ行ってる間にレベルも上がるでしょう。よし、えらく遠回りしました。行きましょうか。なんか珍しいポケモンいたら捕まえてもいいしね。なんか新しいポケモン捕まえるたびにそっちも育てないなって思っちゃうよね。黒田さんとかもう進化させたら引退させようと思ったけど、思ったより見た目がいい感じになったからね。このまま使っちゃうと思う。ちょっとこっち言うと間違ってる。あ、間違ってる。こっちからいいか。一回下がらなかったのか。てか前回あれやね、ストーリーめっちゃ良かったね。あんなシリアスなストーリーになると思わへんだわ。あのペパーくんのね、マフィティフやったっけ、病気のポケモンを助けるためにレシピ集めてるんだみたいな。あんながっつり感動的なエピソード今まで入ってたポケモンって、最近のポケモンってああいう感じなん。あんなね、あんなポンポコさん見たら泣いちゃうよ。ピーナツくんは鼻で笑いそうだけど。カラフシティ、これはシティの方行かずに外れていくんかな、道。カラフシティ、あ、これカラフシティ、だいぶ近いところでアジと思ってんな。おう、ジムリーダーなんとかしろよ、こいつ。近くになんか、スターダーいるぞ。スターダーの扱いいまいちわからんけどね、犯罪者かどう。こんにちは、お姉さん。技マシーンキャッキャ、キャッキャしてる、キャッキャしてる。お姉さん、背中がセクシーそうですね。私のポケモンは技マシーンで強い技覚えてるんだから、強い技覚えていても、それを扱える腕次第ですよ、お姉さん。なんか自分は男扱うの上手いですわって思ってそう。でも実は下手っていう、そんな見た目。どう、今横向いた。うわ、黒田さん、まさかの同キャラ対決ここに来て。よかった、先にこいつ見てたらネタバレくらいとかやったやん。あ、でもオスもメスもそんな変わらんやん。尻尾がちょっと違うぐらいか。カモーン。さあ、少し、最初は少しだが。じゃあ、怖い怖い怖い。空中浮遊してきた。向こうの黒田さん飛ぶやん。向こうの方が威力高いけど、なんかしらにこっちの方が足早い。つまりこっちの方がどん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 歌声が上がっていって、こっちの方が威力高くなっていく。耐久戦なら任せてくれ。攻撃力が下がるかもしれない。だから技の威力は上がっていく。コモーン。いや、尻尾を振らしてくれんかな。まずいね。黒田さんまずいね。はい、負け負け、うん。ちゃんと負け認めるから、黒田さん。こういうとこちゃんとあるから。それはね、まあ、相手女性やもん。優しくしちゃうよ、黒田さんだって。ほら、もう、じゃれついたところでも、そういうのアフロ君は一切跳ね抜けるから、やめろやめろって。
アフロが乱れるやろな、クソが。ハイローキック。もう足元狙ってるから。こういう体重重いやつに足元狙うのが一番やからね。クロットさん知ってるから。ほらもう強さも下がった。もう足くじいちゃったもんね。ほらもう一切アフロくんじゃねえ使え。真のパフォーマーはね、そんなね、ファンサービスなんてしひんねん。ハイローキック。お疲れ様でした。まあまあ、クロートさんの使うところが君のセンスあるよ。そのじゃれつくか技マシンで覚えた技。抱きしめたい。抱きしめちゃんが願い事、おしゃれな技覚えるやん。願い事。次のターンに自分もしくは入れ替わったポケモンのライフを最大1分の半分回復する。ちょっと面白いな。だいぶ使いにくさいけどね。まあ、こういう次のキャラにバトンタッチする技僕好きやわ。なんか、うまく使うと、お、こいつ分かってるやんって感じになりそう。お前ポケモン分かってるやんって。OK、願い事覚えた。もっと強い技マシンを使わなくちゃ。もうポケモン分かっとらんわ。ポケモンを見てやれよ、そんな機械ばっか見ずにさ。おぉ敗北者最近活躍してんと思ったら。君の進化した姿は縫おうとしていけよさ。見た目変わるかな、この色違いやけど。え、誰誰ちょっと、知らん人出てきた。どう？あ、進化先全然変わることあるんや。これ多分、今作はなんか、別地方やから見た目違うんか。僕、てっきり脳が出てくるもんや思ってたわ。これはちょっと嬉しいぞ。というわけも、こっから上進化するかな。かわいい。脳もかわいいけど、こっちもかわいいな。これ抱き枕としてほしいわ。名前はちょっと見ないけど。あ、ごめん、ちょっと見てへんたら、ちょっと。あ、これじゃ進化。でもいいな、どう。かわいい。どうやから忘れ。もうそんなギャグみたいな技覚えといてよ。敵に襲われると、太い鳥を胴体から突き出し、鳥屋の反撃。身を切る括弧の危険な技。もう敗北してきたからね。どんどんなんか、ね、地を追いやられてきたから。そういう身を切る技を覚えていっちゃうよね。どう。あ、かわいい。どう、乗りたい。もう古代丼じゃなくてこれ乗っていこうぜ。遅くてもええから。ぴょんぴょん飛び跳ねて移動するんや。どう行ってこい、行け、どう行け。これ自動戦闘とかあるんですよね。いや、どう、頑張れ。負けた。敗北者負けてきた。敗北してきたこいつ、嘘。あいつそんな強いの、嘘、勝てるやろ、そんな強くないのこいつ。これレベル17ですよ。なんで負けたん、ちょっとしかないねってやん、向こう。敗北者。お前、名前敗北者かやって負けんでいいねんで。顔ずっと見てると面白いねんけど。マットショット。わあ、時ってそこ、それとこへ、時やったん？意外。なんとなく見た目惹かれてなかったから、この泥バーも捕まえてなかったけど。せっかくやから捕まえとくか。俺も家来とも微動だんやし、ちょっと痛がってたわ。ちゃんと家来た時は表情出るんやな。ヘイ、泥バンクゲットぜかわいい。どこ行くん、敗北者。まとっている泥は食べた土を反数したもの。長時間日差しを浴びても乾かないのだ。はあ、反数って何すか？こんなん小学生見てわかる？反数って。で、泥食べるんかこいつ。もう食べ物に困ることないな。もう半永久的に生きるんでエターナルで。地球がある限りこいつは生きることができるからね。ボックスで送ります。行ってこい！ってこい、敗北者、勝て。お、勝った。おー、いいよいいよ、敗北者。あ、いいね。ちゃんと経験値も入るんやね。うわ。食べてるみたいやね。敗北者ポケモン食いそうちゃう。小動物ポケモンやったら普通に食ってそう。どっちがいい日？あ、いじめられてる。いじめられてると思ったら僕をいじめようとしてる。おい、やめろ、お前なんや、お前ら。やりか？行ってこい。頑張れ、敗北者。お前に敗北が許されない。さあ、囲まれているけど。さあ、暴れる。持ち前のその骨で。ほらもうね、あんだけ生きっといてね、こっちがちょっと本気出したら周りに出ていくから。あ、背後取られたんやけど、ちょっと呼んで。OK。マンキーをゲットした。マンキーは、オコリザルに進化するけど、オコリザルは見た目変わったりとかするかな。このマンキーの時点で色変わってんからな。木の上で群れを作って暮らす。群れからはぐれたマンキーは寂しくてすぐに怒り出す。なんでやねん。なんで寂しくて怒り出すねん。うざ。ぶっちぼっち。
ブチギレるぼーち。ゲッツ。ほら。めっちゃの顔。何してんねやろって。とりあえず勝負終わったらゲッツしようって決めたけど、あんまり自分の中でしっくりきてへんねんな。おー、なんか変な廃墟来たで。なんか怪しいやついるな。あー、何こいつ。何これ。これ、え、これで一体こんにちは。え、ねえ、これポケモンこれ、え、1、2、3、え、6、6人いるけど。こんにちは。わあ。ずるずる、6対1やん、6対1やん。6対1やねんけど。なんすかこれ、対列。気合いだめ。なんかいろいろずるいわ、こいつ。こんなん許されんの？こんなん公式で使えんの、こいつ。こんなんは自分戦でパッと出して、おかしいやん、6人いるやんって言われたら、こう、なんか、論破できひんねんけど。そんなことないですとは言えへんで。モンスターボール1個足りる、こいつ。6個くらい必要じゃん。入ったわ。入るんかい。ゲイ。ちょ、説明で納得のいく説明をお願いします。ポケモン図鑑さん。先頭に立って指示を出す兵長は、6匹の中で一番強くて賢くなる。じゃあ、ちゃうやん。個別で名前ついちゃってるやん、これ、兵長ってことは。手前が兵長で多分、次が違う名前のやつやねんやろ？なんでこれを6匹で1匹扱いしてんの？ポケモン側は。納得できんわ。チーム64。本当はこいつ64人いたから、64人いたけど、もうね、6匹しか生き残って、そんな悲しい格好あります。よし。多分、そこがね、スター団の基地やんな。オッケー、じゃあ次回、このスターダストストリート、悪組のアジトを呼んでいきましょうということで。はい、ありがとうございました。あ、それなんかピクニックできるよね、このゲーム、そういえば。この悪組のアジトを前にちょっとピクニックする？はい。はい、みんな集合！出てこい！イェーイ！かわいい。みんな座ろう、みんな座ろう。みんな座っていいよ、座っていいよ、ピクニックしようよ。意外と個性豊かな面々揃ったね。今のパーティー。ちょっとバランス良くない？見た目的には。ピキー？ダメじゃん。ね？しっかりズボン履きや。アフロくん、どうすか？アフロ調子よ。あ、調子いいってのは、ツルツルやな、アフロ。それもアフロちゃうな。前々から気になったけど、そんなアフロじゃないな。ね、抱きしめたい、抱きしめようか？ちょ、高いわ、抱きしめられへんわ、そんな高さ。あ、じゃあ、ごめんごめん、すみれちゃん行っちゃった。すみれちゃん元気？すみれちゃん今ちょっと麻痺状態やね。ごめんね、今、ちょっと麻痺っていう状態で申し訳ない。クロスさん、ちょっとスタイル良くなったけど、ちょっと食い元が、ちょっとデビューやった頃隠しきれてへんね。クロスさん、洗ってあげるわ。X ボタン。あ、洗ってあげる、洗ってあげる。ポケモンが汚れてきたら、ポケモンをウォッシュで洗って体をきれいにしてあげましょう。よし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 。クロスさんなんか洗いやすそう。Y ボタン。はい、シャワーするよ、クロスさん。シャワー、わー。気持ちいい、気持ちいい。クロスさん、もっと美人になっちゃうね。敗北者お疲れ。今回敗北者割と働いた気するわ。敗北者。洗っても洗っても体から土出てきたけどな。はい。敗北者、鼻と目が同じ形やな。鼻の穴でかくなったらもう目の区別つかんかもしれんな、こいつ。あ、みんな寝てる、みんな寝て、あ、みんな寝始めたわ。みんな、次回はアジトを侵入するから今のうちにいい気養っといて。スミレちゃんは、ちょっと、敗北者、寝よう。みんな寝てるからさ、敗北者。ほら、もう、アフロ君起きちゃった。ZR ボールを出す。おお、敗北者、敗北、あ、消えた消えた消えた。はい、あ、ちょっと、アフロ、謝り。ワカメちゃん嫌だったやん。ワカメちゃん、文句いいや、これ。ほら、もうカツオにいじめられてるかもしれんけどさ。うちのチームでは声出してっていいんやで。ひろゆる、ひろゆる、ひろゆる。次に抱きしめたいか、抱きしめたいか。肌以外にも抱きしめようというのか。ボールあるよ、ここに。おー、ホームラン。そっちじゃよくないな。ちょ、ガキの方していったらどうしてくれんの？お、取ってきてくれ、取ってきてくれる。敗北者。取ってきて、取ってきて。ありがとう。食べんなよ、食べんなよ、食べんなよ。おー、いいね。あ、敗北者分かってる遊び方。さ、すみれちゃんが？すみれちゃんサッカーうまそう。おー、いいね、うまい。これもうワールドカップいけるよ。だからちょっとこうさ、あ、抱きしめたんが、抱きしめちゃんが、ひろたいに見てたわ。
わかみちゃん、どういう、わかみちゃん、わかみちゃん、そっちあかんて。わかみちゃん、向こう、野生のポケモンいるからさ、わかみちゃん。こっち来て、わかみちゃん。わかみちゃん。クシブフで来てくれ。他の奴ら来んのに、わかみちゃんと生きてくれ。わかみちゃん、来た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 。わかみちゃん、マイペース。わかみちゃん。じゃあ、ジャムサンド作る、ジャムサンド。みんなでジャム食べようか。ジャムってなんか赤色以外もあるらしいな。僕初めて知ったんやけど。オレンジ色のジャムとかあるらしいやん。初めて知りました。さあ、ジャム乗っけて。これ人間の血液じゃでみんな勘違いしないでよね。さあ、具材を乗せましょう。いちごスライス。掴んで。はい。はい、今一つ消えたね。いちご消えちゃった。あ、いちご一個消えちゃった。パンを乗せる。ちょっと具が見えるぐらいの方が食欲そそられるよね。違う。なんか隠れちゃったやん。じゃあ先頭に。ちょっと乗せて、はい、完成。あんま美味しくなさそう。いちごがちょっとはみ出してるだけやんけ。レディってこんなゴミ見せんで、そんな美味しくなさそう。さあみんなで食べるぞ。小村特製ジャムパンだ。味は、この味は、常に真顔。やっぱ店で作る方が美味しいやな。でも三つ星はいいか分からんけど。はい。ということで、次回、アジト乗り込むぞみんな。おー。おー、みんな。アジト方向いて、アジト。